三重県伊賀市。ここで故郷長崎県佐世保市の食材を手に入れ、素敵に美味しく料理される方がいます。そんなふるさと料理の達人をご紹介します。達人の道はご覧のスポンサーの提供でお送りします。相続の悩み、夢相続へお任せください。夢相続は相談実績1万3000件以上、皆様に合った相続プランを相続コーディネート実務士がご提案します。相続に関する書籍も多数出版、セミナーや勉強会、相談会も毎月開催しています。夢相続はオーダーメイド相続をご提案します。達人の道、ふるさと料理の達人。ふるさとの長崎県佐世保市を離れ、遠く三重県伊賀市で暮らす女性、料理研究家でもあるその方は、ふるさと納税をして佐世保の食材を返礼品にしてもらっているそうです。達人の道はそのふるさと納税の返礼品で、すごい料理をする達人を訪ね、三重県伊賀市にやってきました。料理研究家の吉原ひろこ先生です。よろしくお願いいたします。はい、先生、今日はどんなお料理をご紹介いただけますか？今日はね、はい、豪華で、そしてみんなが簡単にできるパーティー料理を作りたいと思いますよ。豪華で簡単なパーティー料理、楽しみですね。ではよろしくお願いいたします。はい、しかも、はい、ふるさと返礼品で作ろうと思いますよ。大きいですね。大きい。これね、タイなんですよね。今日はこれを使って、はい、もう本当に皆さんがね、楽しくできるものを作りたいと思います。はい、楽しみにしています。はい、よろしくお願いいたします。はい、一番最初、はい、これちょっとご覧ください。あのね、カラーライスって、カレーライスじゃないんですよ。カラーライスって言って、この色っていうのがね、天然の例えば紫芋とか、はい、トウモロコシとかかぼちゃとかほうれん草とかでついているのがあるんですね。はい、でしかも無洗米です。これを使ってこのまま炊いてもおにぎりやなんか美味しいんですけれどもね、お寿司にしようと思います。お寿司ですか？そうです。最初に一口食べるお寿司を作りますね。はい、カラーライスはかぼちゃや紫芋、人参などでカラフルに染めた無洗米。紫芋を使ってみようかなと思います。はい、で、人参のものもね、ありますので、後ほど炊こうと思います。はい、これね、オープンしてこうやってね、ちょっとここ入れてくださいって書いてあるんですよ。はい、こんなに綺麗ですね。カラフル、本当に。そうですよ。はい、これ 400cc 入れますね。はい、で、入れたら普通のご飯と同じように、これ無洗米ですからいいですよね。すぐ楽ですね。楽ですね。九十九島特選のマダイ、全国でも有数の漁獲量を誇る佐世保のマダイです。このように佐世保には個性と魅力にあふれた返礼品が数多くあります。これね、マダイなんですよね。はい、大きいでしょ。大きい。これ、ね、生で来るんですよ。ですから生のままもう来るということはとても鮮度がいいですよね。皆さんね、簡単な方法を教えします。はい、もうね、ここのところに骨があるのはもういらないので、はい、これはね、スープかなんかに後で使うことにして、こうやってね、で皮むくとき簡単で、こっちの尻尾のところからね、こう包丁を少し入れて、これも鮮度が高いからこのように楽にこう、そうです、そうです、そうですね。はい、今日はお寿司にのせるので、ほんのちょっとだけお昆布にのせて、はい、余分な水分をね、ちょっと凝縮して美味しくしようと思います。楽しみ。はい、でこれで、はい、冷蔵庫に30〜40分でしょうかね、はい、30〜40分置いておきましょう。分かりました。そうするとお昆布がキューッとこの鯛の中に入って、しかもお昆布が鯛の余分なその水分を取りますので、はい、美味しくなります。美味しくなる。紫芋のカラーライスが炊き上がりました。綺麗な色がね、ちゃんと出てますよね。熱いうちにね、入れてしまいますよ。今日はね、少し酸味を効かせたいんですね。ですからお酢、それからお砂糖、長持ちするようにね。はい、でお塩一つまみ入れて、はい、でこれだけではね、溶けませんので、これでね、まあ30秒ほど、はい、20秒でも30秒でもいいんですけど、
加熱します。加熱すると溶けますのでね、はい、温めたお酢をカラーライスと絡めていきます。切るようにするところだからね、はい、切るようにこのように。そうですね。そして今お酢を含んだこのお米、さらになんかあのピンク色が艶やかで、ピンク色が華やかにこう輝いた感じがしますね。そしてこれにね、はい、あのしばらく少し冷ました方がいいんです。ですからあの置いといてください。人参のカラーライスも炊きました。さあどうなりますか。話題が先ほどの、はい、そう、はい、お昆布の間でね、いい感じに締まりました、はい、それであとねこれはもうねどっちから切ってもいいんですけど薄く切りたいんですね、はいはい、あとでこれをね間にお寿司の間に入れようと思います。それから乗せようと思います。ですからねちょっとゴージャスですね、本当にツヤツヤしてますね。ツヤツヤしてますね、包丁の滑りもなんとなく違うような気がします。そんな感じがね、はい、これちょっとだけ酢水で濡らしてあります、はい、なぜ濡らすかっていうと後でねやっぱりあの取りやすいためにこちらから、ね、そうです、はい、そうです、はい、濡らしてあります、はい、今日の寒天型を使うことでね、はい、とってもね簡単なんです。そうなんですか。そうですよね、作ったものをずっと切っていくってね、結構大変ですけどね、型にカラーライスを詰めていきます。外に入れていきます、ね、はい、ここにさっきの鯛をね、はい、これここに忍ばせていきます。鯛を、はい、はい、忍ばせて、はい、ね、ここの伊賀は忍びっていう人がいるんですよ、うん、そうです生物をゆっくりゆっくり扱っていると あんまり良くないですね、はい、でも生物を扱うときはさっさっとこの上にもう一回さっきのね、はい、ピンクの、あ、このピンクの、そうですね、色違いで今日のせてみましょうね。あ、カラフルですね。そうですね、2色のカラーライスを使います。ここにねあのお好みですけど、はい、もしもあればね、こう柚子をちょっとだけ散らしておくと食べた時にあのこれがねこうあんまり際立ってもいけないんですけど、はい、ハッとするポイントですね。意外性と言いましょうか。そうですね、はい、これもギュギュッと詰めてくださいね。なんかお雛様にも、あ、いいです、3段にしてもいいですよ、ね、もちろんね、だいたい同じ弾力になった、はい、と思ったら、ここで上にもう一回ね、はまだあるんですね。まだあるんです、はい、さらに乗せていくようです。まだ行くんですね、うん、上に乗せます、はい、これね、これがあのちょっとこれは綺麗に、そうですね、乗せた方がいいですか、はい、乗ってないよって言われないようにあの限界がありますからね、本当に。そうですね、はい、1個分も程よいあの大きさになるので、あのこういう時に寒天型をね使うと、はい、後で切る手間もないし、そうですね、それからあのしっかりとしまっていいですよ。今日はタイですけど、あのふるさとの納税 その返礼品にはね、しめ鯖も入ってますから、ありますから、はい、しめ鯖をここへ乗せても構わないですよ。あ、美味しそうです ねそれも、うん、さあ完成間近、この甘酢生姜をね、はい、乗せたり、はい、ここで緑色をちょっと散らしますよ。しその実ですか。先ほど使った昆布も乗せて、無駄がありませんね。ごまを振りかけて完成です。押し寿司ですね、はい、では先生、お寿司の盛り付けになってまいりますね、はい、もうこのままね置いてありますけど、はい、ピューッと取れるんですよ、はい、こうやってそうすると横がね、はい、ちょっと見ていただくと、あ、そうになっていて、そうになっていますね。綺麗ですよね。綺麗ですね、はい、膜があるところに包丁をこう入れておきます。入れておきますね、はい、でこっちも包丁入れますね、はい、そして置くんですよね。で置くときに、あの再開みかんを、再開みかん、こちらも佐世保市ふるさと納税返礼品。ここに置きます。そうするとみかんの香りを楽しむことができます。あ、素敵、美味しそう、ね、ここにお醤油をちょっと添えて、はい、一皿目にあの皆さんに召し上がってもらう、はい、ご用意できました。ひろこずレシピ、現代米カラーライスとマダイの一口仕立て、みかんの香りで。お知らせの後も佐世保の返礼品で料理を楽しみます。よく洗い、よく寝る、綺麗にしようね。今日も幸せだな。家族にボスがあれば。よく食べたね。美味しかった。これでよし、
今日もありがとう。ありがとう。家族にボスがあれば。ふるさと料理の達人、ふるさと佐世保市への思いを込めて料理しています。さあ、二品目はマアジの開きを使ったパーティー料理。ちょっとご覧ください、はい、これね、マアジの干物です。干物ですね。そうです。特にね、これ昆布漬けって言って昆布の味を染み込ませて、はい、塩で一回浸しておいたものをちょっと干してあります、はい、で、これを揚げる料理です。干物の揚げ物。干物の揚げ物、ええ、あ、初めて聞きました。そうですよね、普通はちょっと焼いて食べるだけですよね、はいはい、でも私はね、ちょっとだけカルシウムも取りたいので、うん、骨ごと食べたいんですね。あ、いいです。このまま揚げると、これは塩物ですから、塩がもっと凝縮して揚げた時に水分飛びますから、はい、しょっぱくなります、ええ、そこで一つだけ技があります、はい、あのね、塩出てこいって言わなきゃいけない出てきなさい、出てきなさいって、はい、それでね、あの、同じ塩味だと同じ味になりますから、ちょっとだけこれさそい塩をね、薄くこうして、はい、ちょっと入れた方がいいんです。そうしないと固くなりになりますからね。ほんのちょっとだけさそい塩、はい、さそい塩、そうです。で、溶かしてここに漬け込みます、はい、30分ぐらいでいいです。そうすると程よく塩が抜けて、程よく残って、はい、揚げる時にすごくね、あの、美味しくなります、はい、しょっぱくなりません、はい、揚げている間にマアジを彩る野菜の準備をしておきます。さあ、野菜も用意できました、はい、30分経ちました。色見てください。さっきより少し薄い色になったと思います ね。塩気が抜けて、はい、半ば抜けてるんですね、はい、たくさん抜けていません、はい、でね、大事なことは、これ揚げますのでお水がついていると跳ねて危ないんですよね、跳ねちゃうからね、はい、だからよく水はこうやってペーパータオルなどでね、はい、拭き取りましょう、はい、肉厚です、うんうん、そうですね、それが佐世保の味の特徴でしょうね。あ、そうなんですね。もうね、味のサラブレッドみたいですよ、これ見ると。味のサラブレッド、そうです。今日はね、ちょっとサラダ感覚で食べたいので切ろうと思います、はい、で、こうやってね、切って真ん中に包丁入れて、で、これね、あの、両方ともにつけたいんですね、はい、こうやって。あ、なるほど、はい、これ食べれますから、はい、そしてね、あの、その時にもよりますけど、今日は割とあのおちょぼ口に合わせてこういう風に切りましょう、はい、ね、先生のところの調理器具、赤がいっぱいあるし、もう料理してて楽しいです。そうです ね。やっぱりね、楽しく作ると美味しくできるって昔から言うんですよ、お料理はね。やっぱりそうでないとね。私やりながらね、佐世保の九十九島の風景とかね。そうなんですね、今どうなのかなと思って、先生のご表情を見てたら、思い浮かべながらね、作るとね、でもね、美しいんですよ。先生、油が準備できました、はい、温度はね、はい、180度ぐらいがいいですね、はい、最初から焦がさないで、はい、じっくり揚げたいのでね、はい、それで、さっきも言いましたけど、揚げる時もちょっとだけ拭いて入れてください、はい、何もつけないんですね。何にもつけないんですよ、素揚げにします。素揚げです。だからね、よく拭くことっていうのがね、はい、それがお約束ですね、はいはい、先生、でもこうやって、ね、ふるさとの返礼品を使ってお料理をなさって、ええ、どうですか。九十九島の風景なんですね。特に山の上から見たりして、それからクルージングもあります、あのクルージがね、はい、でそれに乗って回っても平気ですけど、ここはね、特別な夕日。なぜかというと、場所が一番西の果てなんですよね。そうですよね、はい、だから海にこう沈んでいく夕日が見えるんです。佐世保の海でお育ちになって、今はこちら伊賀にいらっしゃる、というところ。そうですよ、はい、ご覧のように周りは山、ここは盆地です。それから佐世保は目の前は海です。野菜っていうものは大地に根っこを張っているし、お魚は海の底からね、やってくるっていうのがあって、はい、両方同じなんですけど、やっぱりあの、そのもののルーツを知るっていうことはね、すごくお料理にとってもね、大事なことだと私は思っていて。そうですね、そうです。ふるさと納税の返礼品を使って、はい、まあ、もちろんふるさとの佐世保にもいいことですし、先生のいろんなお気持ちもね、それがきっと反映されていて、 そうですね、そしてこちらの伊賀の地では
そうなんですよ。伊賀の地では佐世保のふるさとのね、思いながら素敵なお料理をされるっていうことで。そうですね、素敵ですね、本当にこの制度はとても良かったと私は思ってます。そうなんですね、カラッと素揚げをして美味しく焦げ茶色になった佐世保産のマアジ、それをカラフルに彩る野菜たちも登場。どんな風に盛り付けられるのか、料理は楽しいですね。10分経ったらこうやって一度ねこれ引き上げます、はい、温度をね、はい、200度に上げましょう。20度上げました。20度上げました、はい、ちょっと逃げてみますはい、はい、2度上げですね。2度上げです、はい、日本っていう豊かな国ですよ、いろんな味をね、使いますからね、このぐらいですか。はい、はい、もう私このぐらいが好きです。いいですね、はいはい、じゃあ一回火を止めてから揚げましょう、はい、危なくないようにね、はい、本当はね、あのだいたいつまみ食いタイムっていうのがあるんですよね、はい、だからねちょっとだけつまみ食いをさせてあげようかなと思いますので。あすかさん、つまみ食いタイム。おいしいすぐにでもビールが飲みたくなりますね。そうですね、じゃあ用意しましょうあの塩味がちょうどいいです。ちょうどいいでしょう。だからやはりあの塩出しというのは大変大事なことですね。そうですね、もししてなかったらすごくしょっぱいです、はい、そうですよね、いやね、もうお野菜何でも皆さんがね、お好きなものを盛り付けてくださいね、はい、ほら盛り付けがね、センスが出るんです。ああそうですか。だからね、私は今日は本当に真似をしてこう先生のセンスを盗んで帰りたいなというふうに思いますけれど。じゃあもうどんどん盗んでくださいね、はい、ひろこさんの盛り付け、まさに達人技ですよ私だったら全部土手にしちゃう、はい、あの盛り付ける時にね、平面じゃなくて少しだけねこう凹凸があるとすごく踊るんですよね、はい、だから、はい、置いた後少しこう高いところをあちこちに作ってください、はい、これは佐世保のトマトですね、はい、佐世保のトマト美しいですね、やってきたトマトですね、はい、そうですね、はい、さあまずザーッと入れてしまいましょうね。ザーッといきました、はい、これねちょっと佐世保湾なんですよ。あ、やっぱりなんかちょっとね、こうイメージしてらっしゃるのかなって。そうなんですよ、はい、思いました、ね、ここにお魚がいっぱいやってきましたね、はい、島もあって、そうですね、無人島もあって、無人島もあるしそうひろこずレシピ、からりと作る揚げ干物サラダ仕立て。お知らせの後もひろこさんのふるさと料理、ふるさと料理の達人、楽しいパーティー料理3品目は九十九島殻付きかきで、みんなが笑顔になるパーティー料理を作ります。これ佐世保から届いたかきなんですよ。佐世保から届いた、そうです、生がきです、間がきです。その返礼品のかきを使って、はい、どのようなお料理でしょう。このね、バジルのソースとトマトを使った生牡蠣のバジルトマトソースっていうのを作ります、はい、もうこれやってるとね、このまま佐世保の香りなんですよね。佐世保の香りが、もうラブ佐世保で、はい、こうやってねふるさと返礼品を、ちょっと税金をねあちらに納めることで、素晴らしいものが返ってくるので、これがね楽しみです。私だけでなくてお友達とね分け合いたいと思うんですよね、はい、そうするともしかしたらお友達も、あ、佐世保にはこんなに美味しいものがあるのって、ね、知っていただくことができますからね、はい、であっという間に並べました。その間にこれ、ね、オーブンを250度ぐらいまでね熱しといてください。余熱、はい、そしてね私これちょっと見ると分かりますが、ここにねくしゃくしゃくしゃってアルミホイルを丸めたのを置いてます、はい、なぜか分かります。固定させるため、安定させるため。これね、あすかさん正解です。横になっちゃう。ね、それで、はい、こうやるといい子にしてる。あ、本当ですね。ですからね、このいい子になったところで、じゃあね、はい、ここから出るスープをどうやって美味しく食べましょうかっていうことなんですが、はい、ね、今日はね、これバジルソースをのせます。はい。この上にちょっとね、バジルの気持ちになってもらおうと思います。バジルの気持ちになる、そうなんですよね。緑になればいいの、いいでしょうね、緑っていうかね、バジルと仲良くして私香ばしく美味しくなりたいわっていう気持ちにね、牡蠣になってもらいたいのね。これだけでもいいんですけど、ここにちょっとだけねトマトを乗せておくと、はい、
っと綺麗でしょ。あ、色鮮やか、ね、でこうやってね、お友達とやると楽しいんですよね。喋りながら。そうなんです、そうなんです。そうですね、はい、ここにそれを吸ってくれるようにパン粉をかけます。はい、これがね、いい役目をします。そうですね、先生。そうするとパン粉がね、またいい味になって、牡蠣とバジルの味をね、吸い取ってくれます。なるほど。ですからね、一つのコツですけど、はい、もうね、どんどんこういう風にやってみてくださいね。はい、ここにちょっとオリーブオイルをこうね、もうね、雑でいいです。いい感じですね。あ、私にもできます。もう誰でもできる、はい、こうやってね、はい、胡椒をかけておきましょう、はい、ね、子供用に3つはかけませんでしたよ。素晴らしい、ね、で、はい、これをただオーブンに入れて、はい、10分ほど焼く、はい、ということなんですね、はい、最初10分ぐらい焼いてください。中にちょっと火を通したいので、ね、はい、でも生で好きな人は浅くていいですよ。で、その後ちょっとだけ2分ぐらい上の段に上げて、はい、表面に焦げ目をつけるっていうことをやります。なるほど、はい、それでおしまいです。九十九島の牡蠣とバジル、トマトたちが仲良くなーれ。さあ先生、こちら今これ、ね、今ね、10分ぐらい経ったところなんですよね、はい、で今はちょっとお見せしますが、はい、火が通ってる状態ですが、上の方がね、もうちょっと焦げ目がついた方が美味しそうに見えますから、そうですね、はい、上の段に、一番上の段に置いて、はい、そしてね、3分ぐらいですね、はい、でね、その時にちょっと忘れがちなんですね、焦げ加減って行き過ぎるとやっぱり美味しくない。そうですね。2人が楽しく話していると、頭をつけて、ああ、なりました。これがね、はい、役に立つの。私いろんなこと途中でやるからですね、はい、3分でいいなと思うんですが、はい、ちょっと焦げ色がほのかに、これがね、出来上がりです。美味しそうです。もうカジュアルな時はこのまま出してもいいんですけど、はい、私の大好きなね、この三河内焼きの、これ焼き物です。三河内焼き、そうです、返礼品に入ってますよ。佐世保、佐世保の、そうです。それでね、はい、このまま置いてもいいし、アルミホイルをね、くしゃくしゃってしたまま置いてもいいんですが、はい、私はね、我が家のローズマリーをね、ー我が家も本当にしっかりしたローズマリーですね。そうなんですよ、ちょっと田舎でね、こういうところですからね、こういう幸がありますね。素晴らしい。でね、下に何かを敷くと安定しますので、はい、ね、あっち向いたりこっち向いたりして置いて、はい、そしてね、この上に盛り付けたいと思います。三河内焼きと九十九島の牡蠣、佐世保がここ三重県伊賀市で感動の再会です。ここ見えますか、スープがほら出てる。ちゃんとこれがね、ちゃんと吸い込みますね。そうですね、一緒にいただけますね。そうですね、パン粉が、ね、はい、こんな感じで、はい、大盛りですね。大盛りですね、はい、出すときは一人分ずつ出しても構いませんよ。はい、はい、マガキのトマトバジルソースです、はい、時々バジルトマトソースっていうこともあるんだけどはい、はい、ひろこずレシピ、マガキのトマトバジルソース。九十九島は餌となるプランクトンが豊富、そしてリアス式海岸のため波が穏やかという牡蠣が育つ最高の条件が整っています。プリップリの食感、潮風を感じるクリーミーな味わいがトマトとバジルで焼かれ、旨味がさらに濃厚になりました。佐世保市出身の料理研究家吉原ひろ子さんのふるさと納税返礼品を使った豪華なのに簡単にできるパーティー料理、まだまだ続きます。達人の道はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回達人の道もふるさと料理の達人、
佐世保市ふるさと納税返礼品を使って作って楽しい食して楽しいパーティー料理をお届けします。